皆さんこんばんは、ハイロックです。今日はですね、ウィークエンダーの新作をご紹介しようと思っているんですけれども、今回はですね、もう本当に待ち遠しかった、発売を楽しみにしていたアイテムになります。これ実はね、もうかなり前の展示会で目をつけていまして、もうとにかく発売が待ち遠しかったんですけれども、このねコロナの状況下で工場の稼働とかそういった問題で発売がかなり遅れてしまったアイテムです。でどういうものかと言いますと、ウォータープルーフのバッグです。欧米向けのウォータープルーフ専門のファクトリーで作られているという、かなりね本格的仕様の防水バッグになります。全部でですね、カードケース、スマホポーチ、サコッシュといった、タイプの違う3種類のバッグがありますので、こちらを今日は順番にご紹介していきたいと思います。まず最初はこちらですね。こちらはカードケース、もう本当にこういう薄い感じのものですね。カードが入るようなもので、もうこの辺も、実はもうバリバリ使ってるものなんですけど、まあ、こうやって首にかけて持ってもいいですし、あとねここにループを通すだけなので、まあ、例えばちょっとねキーホルダー的なものにこうかけて、カラビナ的なものをかけてこう腰から下げるなんていう使い方もできるかと思います。どういう風に使ったらいいかなということなんですけど、まあ本当に使い方は自由で、カードケースの使い方に寄せるか、もしくは小物入れ、小銭入れの側に寄せるか、まあどちらかかなと思っているんですけど、自分はですね、まあこういう感じで小銭を入れたりするのはどうかなと思っています。でこれは今あえてね、ちょっと皆さんにお見せするためにちょっとカッコつけて、海外のアメリカの小銭とお札が入ってるんですけど、まあ、こういう感じで小銭入れとして使ってもいいですし、例えばねこういうカードとか、まあスイカとかですね、会社の社員証なんかを入れて、これもう一度はめますけれど、こういうふうにねピッと社員証なんかを使って、ゲート入場なんかに使ってもいいんじゃないかなと思っています。まず1個目はカードケースでした。そして2個目はですね、こちらは、3アイテムあるうちの僕の中では割と本命的なものになるんですけど、これをね結構待ちわびていました。今日はねこれに一つ改造を施そうかなと思っているんですけど、まあもともとついてるねこういう紐で、これもリフレクターになっているんですかね、リフレクターの糸が織り込んであって、これもね十分にかっこいいんですけど、今日はねこの紐を外して、以前ですねこのチャンネルでも紹介しているアルクフェニックスのねエクステンションループという紐に付け替えたいと思います。ここに合体させて使います。こういう感じですね。ポーチの中には何が入るのかというと、まずね外側にポケットがあります。まあここは小銭とかがねいいんじゃないでしょうか。こういう感じで小銭を入れています。そして外側見えるところ、これビニールのウィンドウになっているんですけれども、ここにはねスマホが入ります。でこれは中を開けるとこういう感じでね部屋になっていまして、ここにスマホを入れることができると。で中には結構大きい部屋になっていまして、まずカードが 1,2,3,4,5 枚入って、でこっちのポケットにお札ですね、お札が入ります。
でこの余った部分に、まあ、例えばですけどサングラスで、それからこれトレード用のステッカーですね。でこれはねもう本当重要で、名刺は忘れてもこのトレード用のステッカーは絶対忘れないという、まあ、こういう持ち物を入れておきます。でこう閉めて、下げて持つと。でもう本当にこれで、1日過ごせる分ぐらいの中身になっていて、スマホよし、お金よし、カードよしと、もうこれで1日ブラブラできる、最低ミニマルなバッグになっています。今回このシリーズはですね、カードケース、今スマホケース、スマホポーチか、カードケース、スマホポーチと紹介しましたが、カラーもですねブラック、オリーブ、それからブラウン、そしてこのリアルツリーカモ、まあ、ハンターカモなんていう風に言う場合もあるんですけれども、このね特にリアルツリーカモがすごい良くて一目惚れしました。このリアルツリーカモとこのオレンジのバランスですね、この相性も非常に、まあ、ハンティングとかするね、アウトドア系の洋服を買ったことがある方だったら分かると思うんですけど、非常にこのリアルツリーとオレンジっていうのはね相性がいいんですよね。よくベストとか、ジャケットなんかでもこの組み合わせ組まれています。まあ、僕はですね、もともとアーベーシングエイプという、非常に世界でもカモフラージュ偏差値が高いブランドに在籍していましたんで、まあ、もちろん、ベーシングエイプの中にはベイプカモというオリジナルのカモがいくつも存在しまして、非常に高いレベルのカモフラージュを今まで見てきました。このリアルツリーカモはね本当に、いいカモだなと思っています。でまたね撮る場所によっても表情が違うんで、多少個体差があって当たり外れも生まれるんですけれども、まあ明るさとか色の感じとか、背景のボケ方とか、まあそういう総合点が非常に高いリアルツリーカモだなと思っています。そして最後になりましたが、最後はねこのサコッシュタイプのものですね。このサコッシュがやっぱり面積が非常にあるんで、まあリアルツリーも分かりやすいかなと思います。こういう感じで時々ね当たりでこのリアルツリーカモのファブリックのブランドのねロゴが入ってたりして、まあこういうのがねアメリカっぽくてかっこいいんですよね。これはまあサコッシュということなんで首掛け、肩掛けとして使うんですけど、僕的にはですねもう買った瞬間にこのショルダーストラップは外してしまいます。そして、もうこれ中に入っているもので分かる通り、僕的にはですね、例えばデイパックの中に入れて持ち歩いたりとか、トートバッグの中に入れて持ち歩くためのバックインバッグっていうんですかね、ステーショナリーケースとして使っています。どういうものが入るかと言いますと、まあ、マチが、ね、ない本当に薄いタイプなんで、まあ、逆にそれがバタつかなくていいと思ってるんですけど、例えば名刺、それからもちろんですけどペンも入りますね。でちっちゃいメモ帳で、フリスクも入ります。であと手帳ですね。これはモレスキンのデジタルペン用の手帳なんですけど、アナログで使っています。まあ、こんなくらいの容量は楽々入ってしまうので、こういったステーショナリーをまとめるバックインバッグとして使いましょう。でもちろん、通常のサコッシュとしてね、首から下げて肩からかけて、アウトドアとかフェスなんかに持っていくバッグとしても活用できるかと思います。今日はですねこの3種類もう一回おさらいしておきましょう。カードケース、これもいいですね、かっこいいですね。このね薄いマチがないタイプがいいですよね。それからスマホポーチ、スマホポーチという名前ですがお財布にもなります、カードケースにもなります、サングラスも入ります。もう本当にミニマルなお出かけにぴったりな最低限のバッグとして使えます。で僕は、この最後サコッシュタイプはステーショナリー入れ、
として使っています。この3種類、ウィークエンダーのウォータープルーフシリーズで、これは冒頭にも言いましたが、欧米向けのウォータープルーフ専門のファクトリーで作られている本格仕様です。まあ、そういうところがね、本当に男心をくすぐるんですね。まあ、車とかでも北米仕様とかね、日本車なんだけど欧米向けとか、もうそれだけで男心がくすぐられてしまいます。今日はそんなウィークエンダーのウォータープルーフシリーズで、特に僕のおすすめはこのリアルツリーカモをご紹介しました。それではまた次の動画まで、さようなら。